よう、戻ってきたか、タボ。お疲れ様です、八神氏。高校の様子はどうでしたか？理事長が全校生徒を集めて集会を開いてた。沢先生の件でみんな動揺してる。うん、そりゃそうだよね。昨日先生の部屋から持ち出した卒アルだけど、つくもくんに渡してあるよ。八神さんも後で中見てみたら。俺には今も昨夜見たもんが信じらんねえよ。沢先生の仇絶対に取るぞ。だろ、タボ。八神氏が来るのを待っていました。これからやるべきことを話しましょう。よろしいですかな、八神氏。ああ、始めよう。沢先生は昨日、職員会議中、自宅に空き巣が入ったとの電話で呼び出され、帰宅しています。その後の状況から察するに、電話は RK がマンション管理人の名前を語ったものだったと思われます。そして沢先生は RK の連中に囚われてしまったのです。だが RK の目的は沢先生じゃなくて桑名を捕まえることって話だったよな。ああ、阿久津も相馬もそう言ってた。だから多分沢先生は桑名をおびき出すために利用されたんだと思う。なんで沢先生が桑名をおびき出す餌になるんだよ。あの二人はどうつながってんだ？それもそうだけど、そもそもなんで RK は桑名さんを追いかけてんの？カムロ町の半グレが偉人町の便利屋をさ。ああ、わからないことだらけだよな。だから俺らが最初にやるべきなのは RK より先に桑名を見つけて話を聞くことだと思う。そもそもあいつは桑名じゃなくて北方ってのが本名らしい。 RK は逆に桑名って名前を知らなかったみたいだ。結局俺らは偉人町の便利屋ってこと以外に桑名のことを何も分かってないんだよ。ちなみに桑名さんは昨日から連絡がつきません。一応留守電には返事が欲しいと言っておきましたが。あいつが便利屋をやってた事務所の場所は？桑名さんって仕事はスマホ一つで撮ってたみたい。だから名刺にも事務所の住所とか書いてなかったんだよね。そうだ、カイトさん、さっき桑名さんと飲み歩いた店に何件も電話してたでしょ。あの人がどこに住んでたかって。おお、でついさっき分かったんだがよ、どうも桑名のやさは中央通り西にあるプレハブみてえな家らしい。仕事の依頼料が高え割にはえらく汚いとこで寝泊まりしてるんだと。そこまで分かったんなら、うん、まずはそこに行こう。そう来なくっちゃな。つくも、話の続きは後だ。なかなか腰が落ち着きませんな、八神氏は。行くぞ、タボ。桑名のねぐらって。ああ、そうらしい。なるほど、モグリの便利屋って感じの家だ。あ、なんだよ、どうした？ドアが壊されてる。
バールか何かでこじ開けられたんだ。なるほど。誰かが一足先に来たんだとしたら RK の連中だろうぜ。今桑名を追ってるのは奴らと俺らだけだ。完全に先を越されたな。仕方ねえ、 RK も頭数だけは揃ってんだ。人海戦術で来られりゃ競り負けることだってある。桑名は多分昨夜からここに戻ってないんだと思う。自分が追われていると気づいてどっかに逃げたはずだ。下手するともう偉人町からも出てったかもしれない。じゃあ俺らはここで何をすりゃいい？あいつの本名は喜多方ってことだった。だとしたらなんで偽名を使わなきゃいけなかったのか正体が知りたい。そこから沢先生との接点が見えてくるかも。要は桑名の正体を知る手がかりが欲しいってことだな。俺が言いたかったのはまさにそれだよ、カイトさん。カップラーメンの食い残し、少しは片付けろっての。実はこの部屋荒らされる前から散らかってたんじゃねえの？怪しいな。怪しいな。タバコだ。これ桑名なのかな。どうだろうな。あいつが吸ってたのは確か電子タバコだ。まあでも気分によって火のタバコも吸ってたんじゃねえか。確かに両方吸い分けてる人はいるね。怪しいな。怪しいな。これってパソコンの電源ケーブルかな。マウスも置いてある。ここにノート PC が置いてあったんだ。でそいつを RK のやつらが持ち去った。 PC の中には山ほどお宝情報が詰まってたろうな。じゃあもうめぼしいのは全部 RK に持ち出されちゃってるか。まあそくさんな。どこだ。怪しいな。灰皿だ。でもなんか妙だな。何がだ。この部屋の中、食い残し飲み残しが目につく割にこの灰皿は随分綺麗じゃない。そうか。これは灰皿。確かに綺麗かもしんねえが、それがなんだ。たまたま洗いたてだったんだろ。洗いたてっていうかしばらく使ってない感じだ。ほら、ほこりが溜まってるよ。で、それが桑名の正体を知る手がかりになるのか。なるかもしれないし、ならないかもしれない。待てってタボ。桑名を追いかけるにはまだ材料が足りねえ。このまま手ぶらで帰っていいのか。めぼしいとこは調べたつもりなんだけど。一度調べたとこでも見え方が変わることだってある。ここを出ちまったら桑名を探す手がかりは他のどこにあんだ。このタバコ
改めて見ると気になるな。普段桑名は電子タバコを吸ってるし、部屋の灰皿はあまり使った形跡がない。つまりどういうことだよ。このタバコを多分桑名は吸ってないんじゃないか。吸わねえもんがなんでここにあるんだよ。だろ？だからもっと詳しく調べるんだ。あれ、このライター。なんだよ。お、 USB メモリーだ。そいつをライターに偽装してた。おお、こいつは当たりじゃねえか。わざわざこんな風に隠してたってことは、桑名にとってよほど大事なもんだぜ。問題はこの中に入ってるデータだ。パソコンがあればすぐに見れるんだけどな。よし、そうと決まったらつくもんとこに戻ろうぜ。すっかり暗くなっちまったな。あ、なんだよ、タバは。お出迎えが来てる。あ、もしかして RK か。ああ、桑名を追いかけてんのは RK か俺らくらいなんだろ。相馬と阿久津がいねえ。チッ、こいつら下っ端だぞ。よかったじゃん。もし相馬がここにいたら、俺は自分を止められる自信がないよ。ああ、俺もだ。お前らの中に話のできる奴はいるか。相馬と阿久津はどこにいる。俺から死ぬ奴と話すことなんてねえよ。そっか、そっちがそのつもりなら俺らも遠慮なくやれるな。相馬と阿久津はどこにいる。あいつらと話をさせろ。こっちからは連絡が取れねえんだ。あの人たちとの連絡はいつも向こうからの一方通行だよ。そんなこったろうと思ったぜ。RK の大半はただの駒でしかねえ。ああ、でももっと言えば、多分相馬も現場の駒で、誰か黒幕がついてるんだと思う。半グレは金にならない仕事なんてしない。なのにわざわざアウェイの偉人町で殺しまでやってんだ。そっか、つまりでかいスポンサーによほどの条件を出されてるってことか。ああ、そうでもなきゃ相馬たちがこっちで暴れ回る理由がない。じゃあその RK の黒幕ってのは。
そいつが誰かは分からないけど、何がしたいかは分かる。なんだよ。クワナを捕まえることだよ。RKはそれに従ってんだ。そして沢先生はその巻き添えになったんだと思う。そうかい。なるほど。くそ、絶対その黒幕を引きずり出してやる。ああ、俺らがクワナを追いかければいつか勝ち合うはずだ。で、今その手がかりになるのがこいつなのかも。じゃあ早いとこスクモんとこに戻るのが良さそうだな。何なんです？あんたらクワナさんの知り合い？ええ、まあ。そこの倒れてるのは？ただの酔っ払いですよ。目を覚ましたらちゃんと家に帰るはずです。なるほど。そりゃいいや。あの、失礼ですが、クワナをご存知ですよね？そうね、10年以上隣に住んでるから。クワナさんは便利屋さんだし、うちで何か手が足りない時は手伝ってくれてたよ。お代はうちの日替わり定食でね。実は昨日からクワナと連絡が取れないんです。どこかあいつがよく顔出すところって知りません？そうだな、それなら彼が横浜に来た頃いろいろ世話してくれたっておじさんがいるんだよ。当園の親戚とか言ってたかな。昔屋さんだったけど、足洗ってからはずっとバーをやってるんだ。そのおじさんが町の人に桑名さん売り込んであげてた。桑名はここで便利屋始める前は何をしてたんです？どうだろう、普通に会社員とかじゃなかったかな。そういえば聞いたことなかったかも。桑名の桃園ってのはどこでバーをやってるんだい？ああ、それなら清廉って店で、中華街の方だ。2、3回俺も飲みに行ったよ。マスター昔は屋さんでも今は丸くなっていいおじさんだからね。なら俺らもそこに行ってみるかな。次は RK に先を越されたくねえ。急いだ方がいいだろうぜ。お話どうも。お騒がせしました。いや、別に言って。お、行くか。セイレン、ここだな。ターボ、クワナの桃園ってのがマスターをしてるはずだ。すいません、お邪魔します。またもぬけの殻か。なんか店の中荒れてるね。家探しされたってほどじゃないけど。ああ、慌てて夜逃げした後みてえだ。じゃあここのマスターももうどっかに逃げた？だとしたら勘がいいな。そのうち RK の奴らも桑名を探してここに来るはずだ。行くぞ、ターボ。
ここ店の名前セイレーンだったよね。あ、ああ、はい、セイレーンですが。相馬、よく避けたな。でも残念、アイスピックは女用なんだ。カイトさん、RK が何のイニシャルか言ったっけ。カイトさん、くっそ、レッドナイフ、この野郎。相馬、ここのマスターは鼻が利くらしいな。まんまと逃げられた。なんで沢先生を殺した。まあいろいろ知りすぎちゃったからな、あの先生は。なんだと。お前らもそう、もう捨てておけないとこまで来ちゃった。こないだはヘマしたな、俺を殺し損ねた。反省してるよ。阿久津に任せた俺のしくじりだ。そしてお前はここまでだ。そうか、カイトさえいなきゃお前一人わけないよ。せい、せい、でも来な。カイトより先にお前を刺しとくべきだったかも。くそ、綺麗に脳が揺れたからな。足に来てるだろ。立てるようになるまでちょっと時間がかかる。暴れると痛い時間が長引くぞ。
そういえば沢先生の時は一瞬だったな。なんだと。こんな時に無粋だよな。人の店で何をしてる？あんた、ここのマスター？ああ、桑名君の知らせでお前らが来る前に逃げることができた。俺はもうその店に二度と戻らない。俺らはその桑名さんと話がしたいだけなんです。そんなに怖がらないでくださいよ。若い女性を自宅まで押し入って殺したそうだな。なら70過ぎのジジイはもっと躊躇なく殺すだろう。八神さんに電話を代わってくれ。さもないと殺に通報する。あんたがなんで八神と話したがる？グズグズするな。今110番のダイヤルを押し終わったぞ。お前に用はない。ここのマスターがお前に代われって。悪いけど話は後だ。すぐ店の前に救急車を回してくれないか。相棒が腹を刺された。何？頼む、急いでくれ。はい。ご希望通り相棒の彼はこれで大丈夫だろう。俺は今あんたを遠くから見てる。探さなくていい。今そこで会うつもりはないんだ。サバイバーというカラオケスナックがあるんだが知ってるか？この街では一番安全な店だ。川沿いのスナック街にある。俺はあなたに桑名のことを聞きたくてセイレーンに来ました。でもあなたの方も何か俺に用があるってことですか？あんたが一人で会いに来てくれるならそこで話すよ、八神さん。ただ俺はサバイバーにもそう長いはしない。今から10分以内にあんたが来なければ姿を消して連絡も絶つ。ずいぶんせかすんですね。10分のカウントダウンはもう始まっている。スナック街のサバイバーですね。そうだ。すぐに向かいますよ。ではまた後ほど。待たせたな。出してくれ。カムロ町の半グレ集団 RK が追うのは便利屋桑名。星稜高校の英語教師沢陽子とも接点を見つけるべく、八神は桑名の正体を探る。やがて浮上してきたのは桑名を偉人町の人々に仲介したというバーのマスター。彼は誰も知らない桑名の過去を知っているはずだった。俺はあなたに桑名のことを聞きたくてセイレーンに来ました。でもあなたの方も何か俺に用があるってことですか？あんたが一人で会いに来てくれるならそこで話すよ、八神さん。ただ俺はサバイバーにもそう長いはしない。今から10分以内にあんたが来なければ姿を消して連絡も絶つ。
八神さん、よく来てくれた。セイレーンのマスターですか。ああ、カウンターで話そう。来てくれ。カムロ町の探偵さんなんだってな。ええ、そちらは桑名の遠縁だって聞いてます。失礼ですが、お名前は。あんたと会うのはこれっきりだ。名乗るつもりはない。ただ桑名君から見ると俺は義理の叔父に当たる。誰にだって親戚の中に一人はいる半端者。それが俺だ。元ヤクザだからな。横浜でですか。ああ、清流会って組だ。組を抜けてから今日まで20年、町で店をやってた。それがさっきのセイレーンですね。あなたが偉人町出てったら、あの店はどうするんです。ふん、そいつは余計なお世話だ。失礼しました。あんたは探偵だ。人に物を聞くのが仕事なんだろうよ。さっき親戚と言ってましたけど、桑名というのは偽名だったと聞いてます。ほう、そこまで調べてたか。桑名は偽名で、あなたも名前を言わないって二人して怪しすぎませんか。自分たちが真っ当な人間じゃないのはわきまえてる。ただそういうあんたも自分を堅気とは言い切れんだろう。普通目の前の相手に元ヤクザと言われりゃ、もっと落ち着かなくなるもんだ。カムロ町に長かったもんで、そういう人たちには慣れてるんです。桑名君から多少は聞いてる。元は弁護士だって。ところが無罪にした殺人犯が釈放直後にまた別の殺しをしたって言うんで廃業した。それはもう解決したし、俺がここに来たのは自分の身の上話するためじゃ。あの、いいですか、ちょっと一旦話戻しますよ。別に構わんよ。あいつの本名は北方でした。カムロ町から桑名を追ってきた半グレたちがそう呼んでいたんです。私にその答え合わせをしろというのか。そんなつもりで来たわけじゃない。じゃあどういうつもりで俺をここに呼んだんです。ああ、実はさっき桑名君に頼まれて彼の事務所に行ってきた。あるものを回収してきてほしいということでな。あるもの？まだ全部吸い終わってないタバコだ。中にライターが入ってる。だがそれは誰かに持ち出された後だった。それってただのライターじゃないですよね。実際はライターに見せかけた USB メモリでした。やはりあんたが持ってたんだな。こいつを回収するよう桑名から頼まれたんですね。桑名君としては他人に見られたくないデータが入っている。俺に渡してほしい。中に入ってるデータって何です。教えたらここで渡してくれるか。いえ、中を確かめてみないことには。桑名君は追い詰められている。だからこの老いぼれをここによこすしかなかった。俺にできるのはあんたの恩情にすがってそのライターを渡すよう頼むことだけだ。もう力ずくでは奪い取れん。正直乱暴に来られるよりそう言われる方が揺らぎますけど、どうしてもこれを渡せと言うならせめて桑名に会わせてください。あいにくだな。
彼はもうこの町を出て行ったよ。何かあればすぐ身一つで逃げ出せるように備えていた。じゃあこれはお渡しできません。彼を追ってきた半グレの巻き添えである学校の先生が犠牲になった。名前は沢陽子さん。まだ若い熱心な女性でした。もともと俺が調べてたのはその学校の教育実習生が殺されたって事件です。その線をたどって沢先生に話を聞こうとした時、彼女のマンションでなぜか桑名と出くわした。あなたは沢先生をご存知でしたか？さあな。あなたにもわからないんですか？神室町の半グレがなんで桑名を追うために沢先生のところへ押しかけたのか、そして桑名と沢先生をつなぐ接点が何なのか。わからんね。だとしたら今俺の持ってる手がかりはこのデータだけなんです。桑名にとってこいつが大事なら代理じゃなく本人が俺に会いに来るべきでした。そうせめてやらんでくれ。彼に裏社会で生き延びる技を教えてやったの俺だ。桑名も以前はヤクザだったということですか？いや、元は真っ当な堅気だった。だがある事件があって日の当たる世界では生きられない人間になったんだよ。それでセイレーンにいた俺を頼って偉人町にやってきた。便利屋家業を進めたのは俺だがあの子はとても前向きに裏社会に染まっていった。前向きにですか？皮肉で言ってるんじゃない。裏社会を学ぶことに強い目的意識を持っていた。目的意識？何の目的です？ライターの中身を見ればいずれわかる。桑名君の目的も彼が何者なのかも多分あんたなら突き止めるだろう。これ以上俺にあんたと話すメリットはない。あなたをこのまま行かせてしまっていいものか悩みます。腕ずくでこの年寄りを捕まえておくか。やめた方がいいな。この店でそんな真似は許されん。ここが偉人町で一番安全な店でしたっけ？ああこの町で最後に話せたのがあんたでよかった。